藤原くずのマロは、奈良時代から平安時代初期にかけての苦行。藤原北家、大納言、藤原小黒マロの長男。官位は、小蔵位中納言。妹、上子が、官務天皇の皇宮に入ったためにおもんじられる。延暦四年十五位下に除され、延暦六年道のくすけに任ぜられる。延暦十年小納言として教官に服すと、 ついで右小弁と大上官の三等官を歴任する。平安慶の増遇氏にも任せられ、延暦12年には官任に心境の宅地を配分している。延暦13年生5位した左小弁に除任されると、延暦14年14位た左中弁延暦16年以前に、右大弁と養殖である弁官を務めながら急速な昇進を果たした。また、 皇大使、阿テ新郎の東宮助の地大部も兼ねている。延暦20年検討大使に任命される。延暦22年正月に14以上に除せられ、4月に窃盗を授けられて、何わずより出港するが、間もなく母風雨を受けて、検討支線が破損して航海が不可能となる。延暦23年7月に再度等に向け出港し、8月に復讐に漂着する。 検討士の証である、インフがはぐれた第二戦にあったことと、クズのマロが自らしたためて提出した事情説明文が悪文だったことにより、身分を疑われる事態となり、同戦の空海に代筆させた文書を提出して、ようやく検討士であると了解させている。同年12月に、長安城に入って、特捜への越見を果たし、 翌延暦24年正月の特捜法御と巡州即位にも遭遇した。同年5月に、明州から帰国の都につき、津島国を経由して7月に帰国し窃盗の返上を果たし、党の情勢に関する報告を行っている。同月末には、大使の功労により、14位上から一挙に13位にまで少女され、苦行に列した。延暦25年。 当て神皇の即位に伴い、それまで東宮大部として使えていた、クズノ丸は直ちに県産儀さらに産儀に昇進し、式部教を兼ねた。同年5月の観察史制度の制定により、東海道観察史に任ぜられるが、8月には以下の根性を行って許されている。その後も天皇の謹慎として徴用され、大道3年中納言、翌大道4年に、正3位に除任された。 大道5年、クスコの変が発生した際には、平城上皇に対して、挙兵のために、東国へ向かうことを思いとどまる、要、左馬頭、藤原正夫と共に収めたが受け入れられなかった。変後の処置では、藤原クスコと、遠赤関係であったことから重罪とされるが、上皇に対して根切な還元を行ったことが、認められ処罰を逃れた。公認3年右大臣。 藤原内麻呂の死去により、右大臣、藤原縁仁に次いで、大乗官で自席の地位を占めるが、その後も官職は中納言のままで止め置かれた。また、佐賀天皇のもとにおいて、藤原冬継ぎ、秋篠安仁らと、公認格式の編纂にも関わっている。公認九年六月に二十歳年下で前年に、中納言へ昇進したばかりの藤原冬継が、大納言に任ぜられて、 昇進を越されてしまうと、クズのマロは同年11月10日皇居去年64。最終官位は肖像くらい中納言。死後、上和元年には、子、常次が父に続いて、検討大使に任命されている。中期のない者は、六国氏による。尊卑文脈による。ありがとうございます。